こんにちは、吉田さん。今ね、新垣くん来てたんですよ。で、彼は今ね、私の町の法人の、その、コンサルを3件ぐらい取っていて、まあ、割と儲けてるんですよね。で、やっぱり理念にあるのが、困った人の問題を解決してお金をいただくっていう、本当にビジネスを真っ当にやってるんですよ。で、それが法人に対してのコンサルに伸びているってことなんで、私は誇らしかったですね、やっぱりね。で、その速稼塾を後継者で指名するとしたら、まあ、彼が、まあ、筆頭に上がるなっていうふうには思うんですよ。で、速稼塾の塾生さんの中には実力はあったんだけども、結局少年が曲がってね、人を騙す方向に行った人がやっぱりね、いるわけなんですよね。まあ、そういったものはもう波紋を取り越して絶縁してるわけなんですけども、絶縁状も出してね、動画の方でも何回も何回も警告してますしね。それこそ観光例を速稼塾に引きますしね。そういう、まあ、とんでもないやつは、やっぱりビジネスって人との信頼関係を築く非常に重要なツールだと思うんですよ。で、信頼関係を作った後に何があるかっていうと、詐欺があるんですよね。だからそこに立ち向かないといけないんですよ。私たちはいとも簡単に人を信じてもらうね、力を手に入れたんで、その後でふっかけることはいくらでもできるんですよ。でもそれをやっぱりね、騙すことに使ってほしくないなと。で、やっぱ思うんですけども、せっかくね、私が教えたビジネスのスキルを人を騙すというかね、殺すことに使ってるわけなんですよ。だからひどいなと思いますよね、そういうのはね。だからやっぱりね、マインドセットですか、心根っていうのが。自分さえ良ければいいとかね、その時だけ楽しければいいみたいなことになっちゃって、短絡的なんですよね。でもこういうのには私は本当に怒りを覚えるかなと思います。まあ、人生は壮大な暇つぶしだとかっていう意見もありますし、そういう発想をしたひろゆきさんとかは、まあ一つね、光るものがあるなと思いますけども、その言葉を真に受けて、それを言い放つ人には、まあ、無数のね、無限の軽さを感じちゃいますね。まあ、もちろん、いろんな考えがあってもしょうがないんですけども、少なくとも、まあ、ひろゆきさんが、考えて考えて考え抜いてできた答え、それを、ポンとね、言葉面だけ捉えて、暇つぶしたっていうふうに言ってしまうところに、非常にね、じくじたるものがあるかなというふうに思ったりもしますけども、まあ私が思ってもね、どうってことはないと思いますけども、じゃあ人生ってのは何なんだというふうに言われたら、私はこういうふうに答えるんですよ。それを探す旅だと、ありきたりなんですけどもね、私はまだ見つかってないわけですよ、人生が何のためにあるのか。でもとりあえずこの瞬間、今日瞬間求めているものがあるんで、それを満たしていることは確かなんですよ。今湧き上がった欲求っていうのは今満たしてるわけなんですよね。それを繰り返してるわけなんですよ。だから暇と感じることはないですね。人生は暇つぶしたっていう意見は、人生は暇だという上に成り立ってるんですけども、結局ほとんどの人がなぜか忙しいんですよ。何を求めてかわからないけど忙しいんですよ。どうしてなんでしょうかね。そして忙しくないと、なんか暇なことが悪いみたいな風潮ももしかしたらあるのかもしれません。私は大いに言いますけども、十分暇です。暇なんだけども、それを潰そうとは思わないんですよ。暇はずっとあった方がいいんですよ。ほんだけど、自分の心が求めてるものをやれば、あっという間に時間が過ぎていくんですよね。だから人生まだまだ足りないなと思いますね。人生は暇つぶし、それは暇を感じてる人が言えることなんじゃないかなと思うんですよね。さあ、日野翔平さんからね、随分と変化球が出たわけなんですけども、まあ吉谷さんの話も今日出たわけなんですけども、やっぱりね、吉谷さんも正々堂々ビジネスをやっていて、やっぱ人をだまくらかしたりとかね、売り上げのために売り上げを立てるみたいな考え方じゃなくて、やっぱり何がしかの人をだまくらかしたりとかね、ずるいことをするんではなくて、きちんとコツコツとビジネスをして、商品受け取っていただいて、よかったよって言ってくれてね、お金払っていただく、その上にリピートが成り立って今日までに至るというものは、やっぱりこうお手本にするべきじゃないかなというふうにね、今日は新野木君に言ったんですけども、今日はね、すごいいいことを新野木君に言ってましたよ。さっき分かり際に、自分は経営理念を考えたんだと、久保さんの影響もあったんだけども、三方よしをさらに次の世代よし、前の世代よしの五方よしっていうふうに考えていきたいんだっていうふうに言ってましたね。いや、まさに、まあ、俺が言ったことじゃないかと思ったんだけども、それは言わずにね、まあ、すごいこと考えたねって、ご褒美しかとってもいいじゃないかっていうふうにね、ちょっとね、別れの花向けに申し上げたんですけども、彼もやっぱりね、立派になりましたよ。まあ30過ぎましたからね、彼もね。さすがに、今ぐらいにはなってもらわないと、私の弟子とは言えないなと思いましたけどね。うん。やっぱり不器用で、運に恵まれない男でしたけども、今、きっと多くの人からの信用を集めて、彼についてくる人も、かなり増えたんじゃないかなと思いながらの今日の新垣くんとの面談でございました。ぜひね、吉谷さんと
今度お会いすることがあったら彼のでっかくなった姿をね見てあげてほしいなと思います。あの変な歌を歌ってた頃が懐かしいですね。じゃあいってらっしゃい。